音感トレーニングのエクセルマクロです。音を聞いて鍵盤をクリックして答えます。まずはじめに鍵盤を自由に弾いて音の高さを確認します。下のボタンで問題が鳴ります。鍵盤をクリックすると丸×が表示されます。上のボタンで聞き直しができます。下のボタンを押すと次の問題へ。シャープフラットをチェックすると黒鍵の音も鳴ります。動画が説明欄にこのエクセルマクロをダウンロードできるページが載せてあります。動画では問題が変わりませんが練習の様子をご覧ください。